ラシンクルブ・デュ・ストラスブールは、フランス・ストラスブールを本拠地とする、サッカークラブ。1906年、ストラスブールの隣町、ドイツのノイドルフで創立。FC ・ノイドルフと名乗っていたが、第一次世界大戦後に、フランス領になったのを受けて、現在の名前に改名した。1933年、ディビジョンアンに初昇格。1951年には、フランスカップで優勝し、 初タイトルを手にしている。1978から79シーズンにリーグ初優勝。翌シーズンには UEFA チャンピオンズカップでベスト4に進出し、最盛期を迎えた。2005から06シーズンは UEFA カップでベスト16まで勝ち残るなど検討するが、国内リーグで不振にあえぎ、リーグで降格の浮き目を見た。翌シーズンは昇格するものの、 19位に終わり再び、降格。2009から2010シーズンは、リーグでで19位に沈み、フランス全国選手権に降格した。さらに2010から2011シーズンには、フランス全国選手権で4位になったが、財政問題により、フランスアマチュア選手権2に、降格処分を受けた。しかしながら、2011から12に、フランスアマチュア選手権に、 2012から13シーズンにフランスアマチュア選手権2015から2016シーズンにフランス全国選手権に優勝し2016から17シーズンにリーグドゥに優勝した現在はリーグアンに所属する10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく10選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。